ちょっとあったな。うわ、1300人も見てくれてる。やば。ちょうど今見どきなんじゃん。見どころ。はい。日本23時11時か。ジャストや。ジャストのやった。ない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 。大丈夫か。救急車出ない。これ救急車。消防車。おお大丈夫。どうもど真ん中通ってくれんな。やべえって。ギリシャでございます。マジね、運転手さんもめちゃくちゃ荒いやんな。あの運転。なんかね、あの昨日とかもその空港からなホテルに着くまで、135キロぐらい出たもんな高速で。でもな、これ見てんけど最高時速100キロまで出してよかったね。ここ？違う高速。まあ100キロってまあまあまあ。だから80キロ制限が110キロ出しとるみたいなもんや。確かに。でも早くね。まあ、確かにめっちゃ早かったな。めっちゃ早かった。35分かかるとこ20分ぐらいで着いたもん。確かに。いや皆さんにならあのギリシャをお裾分けしたいですね。パルテノン神殿でまた配信しようと思ってるんですよ。マジっすか。はい、幸せをお裾分けしようと思って日本の皆さんにも。そう僕だけでとどまらず、やっぱ僕のフォロワーさんにも届けたいなと思いましてですね。ギリシャ。もう行くことないんじゃん、海外に。ないね。チェンジ。逆なんですよ。お、和樹くん。和樹くん。お疲れ様です。てんちゃん、ユーゴやん。ギリシャいます。こいつの。付き添いでございます。ユーゴおるよ、そういえば。ユーゴおる。マジ？うん。ユーゴおるん、ギリシャ。おるよ。マジで？うん。会えるやん。なんで俺がおるんって感じなんだ。ね、選手やん、今日は。俺？うん。何の？空手の。-68？ 7な。7か。ユーゴと一緒やん。うわ、そうやったらもう嫌だ。見てください。ギリシャの街並みです。右運転なんですよね。左運転か。なんかちょっとねドープな感じですよ。ディープじゃん。ディープか。ドープとも言うやろ。聞かない。いいですね。寒くないね今日は。全然寒くない。朝ちょっと寒かったな。朝はちょっとね、ちょっと寒かったけど、春手前ぐらいの雰囲気ちゃうかな。そうやね。上着羽織ってない人もいっぱいおるし、ね、パーカー1枚とか。とりあえず治安が悪いということで。フランスも高速は130キロやって。そうなの、ね、フランスの方いるの。フランスに行ってたんちゃう。ちょっとマジでスリとか気をつけよう。ほんまにガチで気をつけよう。マジで気をつけよう。速攻行かれたもんな。危なかった。何やったっけ。あの僕もねちゃんとこのこいつをこいつにしてますじゃない。TikTok にインスタ見る人の方が多い。インスタの方がやっぱね、フォロワー一緒ぐらいなんですよ。インスタと TikTok。あ、そうなんや。9万人。そうそうそう。10万人行きたいですよね。
そう、パル、ペル、パルス、ペ、ペルシアの？パルテノン。パルテノン神殿。もうちょっとで着くのかな？そうだね。もうすぐあともうちょっとで着くのか。超やん。19分じゃない？超。読める人います？ギリシャ語。パルディア、タリア、トリア。これなんて書いてある？なんて書いてある？バーバなんてギリシャ？やってやってください。僕の違いです。ね、海外にね行きたいなっていう心があったんですよ。はい。心。はい。その心は？で彼がね、もう頑張ってるんですよ空手をね。その大会で親友として付き添いに来ました。監督ですね。はい。監督です。空手家って知らん人おるじゃん。もう空手家。空手家とかでも空手で押してないからな。さっきの TikTok ライブ見てほしかったな。空手家ちょっと出したの。ギリシャは何時かな。ギリシャはね今ね4時やね。4時初めて、いいな付き添い、付き添いな、のんぴー10万、え、すごいな、あいつすごいな、のんぴー勢いあるよね、のんぴーね。僕もう負けずに頑張らなかも。ハローの髪の毛、海外仕様。海外仕様って何？そう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 、朝の寝癖のままちゃうわ。16か、16に着きます、成田に。アーロス、アーロス。ギリシャで路上ライブしません。ギリシャで路上ライブはせえへんすよ。アーロンがいない日本は空気悪いわ。いやいやいや、これなんなん。これ DJ 日本人来ただる。てか20TJ 日本人、いつやっても見に来るよ。そうやで、もうね、いつやっても来んのよ。日本人くん起きてますか？日本人くん起きてるかな？ギリシャです、ギリシャ。絵文字だり、ちょっとコラボする？日本人。